皆さんこんにちは。演歌歌謡曲 K チャンネルのけいこです。今日は磯川由紀さんの月夜の明かりでという楽曲をレッスンしていきたいと思います。ちょっとミステリアスな楽曲ですよね。スローのテンポで歌い始めます。月夜の明かりで、かなりスローになってます。月夜のトントンうんで明かりでと思ってきてあげたらうまく合ってくると思います。じゃあ行きましょう。頭からスローです。3、はい、月夜のトントンうん明かりで、月夜の明かり言葉の頭に四部九符がついてます。そのパターンを覚えて歌うようにしましょう。四部九符があってから月夜の、明かりの前にも四部九符、海をの前にも四部九符があります。で、海をもう一つ母音のを入れてあげましょう。海をを見る。じゃあそこまでお休みから始まっていきますよ。3、はい、と月夜の明かりで海を見る、2、3、4。で、次も悲しみのかの手前はお休み、喜びの世の手前もお休み、にじむのさの手前もお休みです。お休みから始まっていきます。悲しみから、3、はい、と悲しみ喜びにじむさっていうところなんですけども、にじむのさ、普通に持ってきてあげてもいいんですけども、あの磯川さんここですごくアクセントで強く持ってきているので、例えばそういう歌い方したいなと思われる方は、にじむの、そして母音のおでのとおで突き上げましょう。例えばにじむのさノートで突き上げるよ。で、そういう風に持っていってください。次、恋はいつも恋っていう言葉は2拍で来てるんですけども、この、言葉は恋っていう言葉、少しこの恋に強弱をつけましょう。例えば恋はっていう風に、やっちゃいけないのは恋はベタッと伸ばしてしまわない、この頭で恋はっていう風に頭強く、お尻ちっちゃく、頭強く、お尻ちっちゃくです。じゃあもう一回いきましょう。恋は、次のいつもも一緒です。いの頭大きく、つの頭大きく、もの頭大きくです。じゃあ恋はいつもからいきましょう。いきますよ。3、はい、恋は2、3、4、いつも2、3、4、私をもてあそぶか、2、3、4、5、6、7、8。おやすみで、私を、早い音です。私をトントン、次もてあそぶのもて、少し言葉切ってあげましょう。リズム入れましょう。もてあそぶか、ね、私をもてあそぶか、2、3、4、5、6、7、8。次、出会いぶつかる星屑、今度は出会いのででって今度ついたら逆に後にお休み入れてあげる。で、あ、いう風に頭でお休み、あお休みっていう風にしていきましょう。いきますよ。3、はい、で、あ、い、ぶつかるの、しくず、2、3、4。次も一緒です。そう、うん、お、うんです。ここもそう、うん、お、かなたから、
言葉は少し言葉を粒を立てるようにはっきりしっかりと、ここからだんだん大きくなっているところなんで、彼方からトン、うん、ここでしっかり息を吸って、で巡っての手っていう言葉は、女性だったらすごく出しやすい中音なんですね。で手の後の母音を絵に変えて、太く丸く大きな、声で押していきましょう。じゃあ、かなたから巡ってからいきますよ。ソからいきましょうね。3、はい、ソかなたから吸って巡って、でその次、あなたに愛する人がいて、ここも8分9分から始まります。でここリズム気をつけてください。あなたに愛する人がいて、であなたに愛する人がいて、人が、あ母音ですね、て母音の絵を入れて、で私は月夜に船を出す、ここも同じリズム、私は月夜に、うん、船を出す、もう一回いきますよ、私は月夜に、うん、船を、だ、濁音ですから少し、あを入れてあげましょう、出す、本当に少しですけどね。私はから3、はい、私は月夜に、うん、船を出す。でその次、銀色輝くあの海に、銀色の手前はまたお休み、8分9分から、うん、聞いてから、銀色輝く、うん、あの海にトン、うん、私はトン、うん、惹かれて船をこぐ。でここのところなんですけども、銀色輝くあの海に、ここも、大きく言葉一つ一つははっきりとです。で銀色輝くあの海にとん、うん、私はっていう言葉、私はでも構わないし、私を大きく膨らませようと思ったら、わに少し引っ掛けを作って、あ母音を入れましょう、私は私はトン、うん、惹かれて船をこぐ、どちらでも好きな方選んでください。じゃあ頭からいきましょう、スローのテンポからいきますよ。月夜から3、はい、月夜の明かりで月夜の明かりで船を見る、悲しみ喜び滲む
どうもありがとうございました。